ね、ちょっといかんせん厳しいというところがありました。さあまずは最初の集団がコントロールラインを通過していく。さあこの番組昨日その90の集会ではですね、朝のスピード2台が戻ってきましたね。なんでしょう、明けのスピード1回なんか緊迫した感じなのかなと思ったんですけど、2人もちょっとリラックスして最初に人を疑われた。Thank you.
押し合わせたからよ。にかわらにく明けのスピードの2人ラジンスタイルの方が Thank you.
中でもその602人ライダーいますけれど、伊勢翔太はなかなかこの、ね、ギアが噛み合わない状態が続いている。開幕戦こそ見事茂木では優勝というところでね、わーっと伊勢の今シーズンが始まっていくんだななんていうふうに思ってたんですけれども、今シーズンですね、同期の会の予定が13年通過ということで、なんとかですねこの地元を通過でですね、その得意な最後で決勝を盛り返していきたいと。6番は元バムホンダから鈴木浩来ましたのはゼッケン7番 TBB チームケンケン YT チャンネル長尾健吾です。まあ、今シーズンもですね、もともと8台に参戦したり SD600 にシリーズ参戦していた弟の長尾健二を監督としまして、このケンケンのね兄弟でこのシーズン前だったんですけども、もういきなりヤマハのマシンにねポンと順応して素晴らしい走りを見せていたのが伊達雄太でした。さあそんな伊達雄太は今回4番グリッドからスタートになります。さあ今回の2人は伊達雄太は一旦中央に戻ってきます。まあくまで前歯差し上げますというね、激似のめちゃくちゃ可愛いステッカー作ってますので、ぜひもらっていただきたいと思います。さあそんな伊藤元春は14番グリッドからスタートになります。伊藤レーシングボーグカスターのはまずは中山陽介だったと思うんですけれども、その少ない周回数の中でタイムを上げてくるっていうことに関しては、中山陽介すごくですね強みを持ってるかと思います。予選も6番目タイムということになりましたので、ですからスタートできそうですね。さあそんな中山陽介のいうことになるかなと思います。さあそんな菅原陸はといいますと7番グリッドからスタートになります。悪くないですね。ゼッケン18番はこちらにニトロレーシングから上がり太です。上がり太については今回8年チャンピオン争いに加わってまいりますゼッケン21番の51ガレージクスレーシングヤマハ西村翔です。まあ、ウィングでですねめちゃくちゃ一発目から速い走りをしてたんですけれども、その一発目で転倒を喫して、まあ、足と手をちょっと